はいどうも皆さんこんにちはこんばんはシレスです。ということで今回は最新作の MW2 で使えるキャラコン2キャラコンについて3つ紹介していきたいなと思います。早速ね紹介していきたいなと思うんですけど、まずは打ち合いに使えるキャラコンについて紹介します。1つ目がジャンプ打ちですね。一番シンプルなんですけどジャンプ打ち、これがめちゃくちゃ強いです。最新作で増えたねダイブ、このドルフィンダイブとかあとはスライディングとかねいろいろあるんですけど、これらのね2つの動作は打ち始めるまでにねめちゃくちゃ時間がかかってしまうキャラコンになってしまってるのであんまり強くないんですよね。ジャンプ中は前作と変わらずタクティカルダッシュをね含めると結構な距離飛ぶことができて打ち合うことができるのでかなりおすすめです。初心者の方もねこれから始めるのが一番いいかなって思います。ただ1個注意点としては MW やヴァンガードの時と違って2段階ジャンプバニホがねできなくなってしまってます。実際にやるとねこんな感じです。2回目がねかなりスピード落ちちゃうって感じですね。なのでとっさにねジャンプとか出す時にこう2回はやらずに1回でこう打っちゃってあげる、1回打っちゃってすぐ隠れたりとかこう打ってあげてもう1回こうやってあげるとかっていうのが一番いいかなって思います。そして2つ目ですね、これはねちょっと中級者ぐらいの方向けなのかな、伏せ打ちとなってます。今回はエイムをね覗きながら伏せ打ちができるのでこうなんかね動作をしながら一気に伏せ打ちして、倒す、そんなね動きが可能となってます。ただねこれをね初心者の方とかがやるとこう伏せ打ちの動作を入れながらさらに相手にエイムを合わせなきゃいけないっていう感じでかなりね動作が複雑となってるので中級者以降のね、プレイに慣れてきた方がやるといいかなって思います。そして最後3つ目は、物陰に隠れたい時に使える、キャラコンで、ドルフィンダイブがおすすめです。スライディングだったりジャンプだったりいろんなね動作がある中でダイブがなんで強いかっていうと、まず1個は、スピードがめちゃくちゃ速いこと、そして、ダイブしてる時に、回転こんな感じで回転を加えてあげることで動かしてるねこのキャラクター自体がかなり気持ち悪い動きします。なので相手視点としては、空中でねこう伏せながら移動してる敵に当てつつあとは回転とかを加えるとさらにねキャラクターが曲がるのでとっさにねそういう敵に当てなきゃいけないっていうのはねかなり上手いプレイヤーじゃないと倒せない、初めてやる方とかかなり困惑するんじゃないかっていう動きなので個人的にかなりおすすめです。自分もこれ実戦でかなり使ってるんですけど結構ね生き残ることができるのでもし使ったことない人あとはスライディングだったりジャンプで普段こういう物陰にね隠れてる方はぜひね使ってみてください。プラスねこのダイブがしやすくなる設定として普段ねデフォルトの設定でかつ普通持ちの方は、こういうねバンパージャンパータクティカルだったりあとはタクティカルを使ってあげると、R3 押し込みで、しゃがめの動作をすることができるのでさっき言ったね伏せ打ちもしやすくなりますしあとは、ダイブするときにこういう感じで視点を動かしながら、ダイブをすることができます。そんな感じで、強いキャラコン3選、紹介していきました。皆さんいかがだったでしょうか。もしね他にもねこんなキャラコン強いよってものがあればよければコメントで教えてください。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。皆さん最後までご視聴していただきありがとうございました。ではではお疲れ様です。バイバイ。